どうしたんだ、今先輩。ここのしか顔が青いような。なんでもありません。ただの気のせい。そこまで言いかけて言葉を言うと、当たりに視線を合わせる。気のせいだろうか。また背後に視線を感じる。さっきのまとわりつくものは違う。刺すような怨念めいた視線とでも言うのだろうか。うん。うん。寝よう。夢見んなよ、夢。2のシリーズはかなり夢見たからな、怖い。先輩、ご気分はどうでありましょうか。おかげさまでだいぶ楽になりましたよ。ありがとうございます、小暮さん。早期解決をしなければいけないが、闇雲に操作しても何も進展などしない。そう思って一時、偏差値で戻った僕たちは、道明寺さんが残した長所を前に練り声を上げていた。とはいえ、僕は戻ってから急激に体調を崩し、こうして倒れかけてたわけだが、亀水警部も独自に調査しないとブティックに引き込み行ったきりで戻ってこない。峰岸さん、真由美さん、高島さん、大月さん、そして顔の見えないストーカー。誰もがシオンさんに対しては程度の違う好意を抱いている反面、心よく持っていない節がある。唯一、高島さんだけはシオンさんのことを悪く言ってなかった。しかし、あんなパフォーマンス時みたいに実は本心を聞けたとは言い難い。そして、ケイ・オールラーと単語を聞くなり態度を表現させた大月さん。僕には尋常でない様子に見えたが思い過ごしだろうか。何やお前ら若い男が二人そうで死刑だつらしとるやないか。いつもインド行けば来てくれないんだよね、現場にね。種類の法則が今日は解消であったことが伺える。どうしたのよ、さっき言うの。自分たちにここまでしてくれたことは今でかつてはないと思います。うちはお前らの身にどんだけケチ打ってるやん、つってるやん。まあそれよりそんな難しい顔してどないしたいな。事件の内容。年派も行かない娘ちゃんがドロンと消えたってな。それはまた難儀な事件やな。なんやろな、随分前にそんな感じの事件があったような気がするんだけど。あかん、今の職場、なんや、なんや、なんやそりゃ。何を押し込んどるんや、お前らここ、どこやと思ってるね。どこと言われてますし、もう編纂室でありますか。そや、つまりここは警視庁の図書館みたいなことちゃうんか。要は思い出さんけど、昔聞いた事件を解決しないまま送り入りになったはずや。ひょっとしたらその辺、漁れば見つかるかもしれへんで。まあ、同じような事件はあってもおかしくないからな。ケープの年齢から推測してみる。探すためのヒントを探します。ヒント的なものがあればね、いいんだけど。つまり失踪、誘拐、ストーカーという単語に絞って過去の事件を洗い出すというのは。まあ、だいぶそこで絞れたろう。そんなにあんの？これを未解決事件って。この国が安全とは言い難い犯罪大国であること。似た傾向だけで途方もない件数事件が起こっていることを思い知らされた。これさ、マジなのかな？安全とは言い難い。日本ってやっぱり、もちろん治安がいい国というイメージだけれども、件数だけで言えばそうだと思うんだけどね。で、闇に葬られたとか、その、ニュースになってないような事件が結構多数存在してるのかもしれないよね。だからすべての条件が当てはまっている事件は未だ見つけられない。真相に近づきたはずか、もがきをもがくほど余計に突っかかっていく感覚。このままではラジが開かないが、場当たり的な捜索以外に方法がないのも事実だ。せめて何かしらの特化会でもあれば。まあヒントは、人形とは関係ないかな。そうだな、そうだそうだ。あの羅列を思い出さないと。暗号だね。そうだ。これこれ。計算式のように見えるが、それ唯一表記が異なる V、VI、V1、まあ、5、6って感じ？他がアルファベア数字で構成されている。なぜここだけローマ数字なのだろう。ダメ元でパソコンを立ち上げて僕は検索エンジンに謎の数字を様々な形式で打ち込んでみる。そうか。すごいね。よく考えるね。なんか、本当に IQ サプリみたいな。感じ、暗号解読みたいな。そう。半ば思考が止まりかけた頭でぼんやりと書架の方を眺める。僕がいるオフィスを中心として書架は上と下それぞれのフロアで均等に来日されている。横には表裏合わせて7列あり、奥行きに関しては1つの書架が4列で構成されているから、およそ40列ほどだろうか。慣れた職場だから気がつかなかったら改めてみると膨大すぎるようだ。ただでさえそんな事件録が眠っているのか疑わしい。警察の記憶違い可能性だってある。それをこの中が見つける方が土台無茶な話では。ん？BW、B5。
ここに来る途中の階段に刻まれた数字は B5、F という文字がフロアを表しているとして、編纂室の作りは室内の階段合わせると3階構成だ。フロアごとマップ2つに割れるとしたら上の方は地下4階あたり、そしてチタン諸国にあるはずのない地下6階に寄っている。つまり BV、VIF は地下5階の中には地下6階という意味ではないだろうか。とすれば、R1 は文字通り右から1番目。初夏ごと数えれば奥行きが10となるから、次の数字はそのまま9番目の初夏と示す。急いで9番目の初夏に向かうと、上から数えて69。なるほど。すごいな。うん。やるじゃん、主人公。あった、これだ。冒頭数ページをめぐって中身を確認すると、僕がここで探し、中身をいつ探すために自分をつけてもらった。やるね。見つけたか。二冊に分けられた意味や被害者が違うだけで、それ以外の点はほぼ今回の事件と共通したものだったんだ。すごいね。年号をたどって今から約6年ほど前、東京都南区青山に店頭を構えるムーンというブティックにて、一人の女性客が忽然と姿を消した。被害者の名前は月島敏子。失踪時の年齢が15歳。都内私立中学生か学生。おいおい、私立中学生って同じ学校じゃねえだろうな。同じじゃん。そしてもう一本の年号は約4年前、被害者の名前は岩崎由久美という名の初中学生だ。これらの学生の激しい浪費癖があり、はい。親の金をたくさん使ってたんだろうね、多分ね、じゃあ。当時は防犯カメラを含めて、店側から一切の証拠が出ていない。偶然にしたりできすぎではないだろうか。そっか。一応、記事とかニュースにはなってんのね。客の消えるブティックが実在した。客を食べる店。客を引き込む魔性の鏡。そして、切り抜きを最初にいっぱい。急いで貼ったのは、ムーンが閉店に追い込まれたという三流面記事だ。これを作成した人間は施設とかないよね。一般者とこの三流記事にすら長所があるなんて。全くでありません。二人も犠牲者が出ているのに、それを面白くしく取り上げない。人間の風上にも見えない。誰なんだろう。だから自分が警察官であるから、いつの日か必ず本件謎を解き明かし、真相を白目の日に死体に刺すことを、白火の元に刺すことを誓う。羽黒薫。これが当時捜査官の名前でありますか。風見君、これを見なさい。東京都港区南青山。しかもすぐそばに手書きで、横田基地ってカリフォルニア州だっけとある。これがどうかしましたか。そっちじゃないわ。住所の方よ。あなたは短期記憶障害で動かされているのかしら。それで腐った目で消え折れるような絵はがきよく見てるんです。あら。てか、実際に言ってんならそれこそわかるだろうって話だ。これって、同じ住所。長所と絵はがきを隣り合わせに置いて照らし合わせてみる。何度見比べても間違いない。ということは、高島さんのお店はムーンが閉店した跡地に立ったということですか？それ以外に何か読み取りというの？偶然にしては随分適正点だわね。聞けば僕の手がすっと絵はがきを取り上げる。違う店とはいえ、同じ土地に立った建物が店舗で連続して失踪事件が起きるだろうか。はい。やはりシオンさんはケオレアで何者かに連れ去られ、犯人が捜査の目を欺くために一切の証拠を消しだった。それ以外に考えられない。これで高島くれないが何かを隠しているのがはっきりしたね。風見くん、捜査一課に行って令状を取ってきてちょうだい。捜査本部は解散しても実行はすると成立しないはずよ。いきなり令状と言われてましても、僕らにそんな権限ありませんよ。第一、4年前の事件なら相当の刑事がまだ在職しているでしょう。まずそちらから探してみた方が。自分も先輩の意見に賛成であります。なら勝手になさい。あいにく私はそんな非効率的なことはできないわ。これからどうすんのありますか、先輩。とりあえず、この羽黒薫さんに会って話を聞きましょう。事件に不合点があるなら、少女失踪に関して何かしらの手がかりが知ってるかもしれません。さあ、どういう展開になっていくんでしょうかね。羽黒さんを作成しても警視庁にしらみつぶしては時間がかかる。僕らはまず佐々木課長に話を通すことでした。警視庁に箱、席を置いて長い課長ならば、当時の事件知ってるかもしれない。失踪や誘拐事件が相当担当ならば、捜査一課の人間である可能性が高い。4年もの月が流れていれば、当時と違う部署にいることは十分考えられるが、もちろんあの佐々木課長が素直に教えてくれる可能性は低い。しかし今はそれ以外に最良の方法が見つからないんだが。誰もいないでありますな。なんでだろう。
普段の多くの記事を引き巻きって合ってる場所なのに、これ自体には要さすら覚えてしまう。確か、ソフト一家政治家の失踪時、そうだね。まあだから、いろんな現場行ってる人とかが多いってことをしてるかな。うん、そうだな。全員揃って職務放棄というわけでもありまして、これどういうことなんだろう。どうしたんだ。はい、警視庁捜査一課です。うん。はいはい。僕は担当ではないので、その気についてちょっと。あ、どうやら要領がないことに切られてしまったようだ。室外に弱気を吹く音が聞こえる。先輩、向こうに誰かいるでありますか。うん。お、初登場じゃない。配属された僕の新人なんだ。その他顔出し、ポストしてるが、表情にあどけなさが残っている。いつから高校生が紛れ込むほどセキュリティが甘くなってるかと思ってしまうが、まあ、童顔なんじゃない。本当に新人なんじゃない。捜査一課なんでしょうか。バイトかってことは。新米、でも捜査一課でしょ。うん。年の頃からいて学校卒業してすぐ配属されたようにしか見えない。ひょっとしたらすごいキャリアを持ってるんだろうか。また何かご用でしょうか。申し上げました。警視庁警察庁偏差室の風見純也と申します。佐々木課長いらっしゃらないでしょうか。さあ、政治家の失踪事件だから出払ってしまって行き先までちょっと。もう悩みはしないで、はっきりするであります。佐々木課長いないでありますか。そう怒らないでくださって、あなたは。は、同じく警視庁警察庁潜在室の小暮総一郎巡査部長であります。ちょっと曖昧ね。風見さんに小暮さん。なるほど、随分怖い顔してますね。よっ。あ、先輩方、ちょっとすいませんね。まあなんだろうな。こういう、ちょっと怖いタイプの先輩を軽くかわしちゃう後輩。まったく、これだから新米は。どうしたよ、先輩。そうですね。警察官として被害者に落ち着くこと自体間違ってたもん。だから、国の中層にない人物が失踪したとなれば、市民よりそちらが優先してしまうもんだ。だからこそ一家全体が捜査に出ているんだろうが、その間にもこうして他の事件が起きている。故に、新米刑事一人を置いて出払うなと本来あったらならないんだが。写真元の名前は桐崎水明。そうだ。兄さんの名前が違う。あ、来た。桐崎。桐崎は、風見にとって、まあ、兄さんと呼んでるんですけど、まあ、教授なんですよね。うん。墨の台にいるという。まあ、これは一応、2でもやりました。そう、書庫みたいなところにね。うん。まあ、民族学を、研究してらっしゃる。この人ですね。ああ、純也か。突然どうした？電話？ああ、たまに食事でも飲むとあげたら別に大した用事でもないさ。桐崎水明、学者の世界で著名らしく民族学の研究はもちろん、都市伝説は噂のメカニズムなど雑学にお詳しい人物だ。例えば僕はそっちの専門外なんで人が聞いた話でらしいとしてたとしかない。人によっては単なる戦地に見えるよりも仕方ないと思うが、心霊現象などオカルトに関する類、稀なる知識にはこれまで何度も助けられている。兄さんといっても血のつながりなく、戸籍上は家族ではない。はい、ここまあ一応関係的には重要ですね。事故で両親を失い、行き場のないところを僕の父に養子として迎え入れられたっていう、まあそういう関係性なんですよね。互いに実家を出てから顔を合わせる機会がこそ減ってしまったが、そんな過去など微塵もさせないほど大切している様は弟として誇らしくもある。確かに。尊敬すべき兄であり、人生において目標としている人物。昔も今も変わらず、それが僕にとっての兄さんなのだ。まあ、こうやって聞くとなんか聞こえがいい兄さんっていう表現だよね。小暮君も久しいな。おっす。久しぶりです、桐崎先生。今日は、口が赤ましい小娘いないんじゃないでしょうか。マミヤ君はまだ来てないか気になるのか。そうだね。マミヤっていうのが、まあ一応教え子にいまして、まあその人はオカルト好きでよくこの研究室に来てるんですよね。ゆうかさん。マミヤゆうかさんね。小暮さんってもちろん僕は知らない苦労をたくさんしてきて生きてきたに違いない。だから兄さんに関しては明らかに常人がしないような苦労を乗り越えてこうして今こう見る。友人のひとみさんに関してもそうだが、こんな人たちだからこそ窮地にたどらずいられない強さを持っているんだ。はい。それで純也、今日は何の用だ。用件の確認の追い返しの用でもできただろう。うん。
さあ本題だ。はい。ブティックの流血が忽然と接触するか。確かに4年前と6年前あった事件で状況が酷似してるな。箱。うん。なんだろう。タバコを捨てと頭が冴えるとか。4年前と6年前の酷似した事件は、事件か。はい。その事件の犯人は、担当直入に聞いても、いいっちゃいいと思うんだよ。まあ、なんか調べてないか。うん。兄さんはどうやって事件について何か知らないの？フィールドワーク事件について調べたことがあるとか。ないと言わせないな。だから警察自体手がかりをつかめた形は僕、俺個人が解決できるはずがない。仮にできたとしたら過去における失踪事件は2ヶ月になっていないだろう。それはそうだよね。まあ確かに。そんなんで良くないよっていう、まあ、話でもあるけど。けど僕には未だ信じられない。何の仕掛けもないミスが忽然と人間が失踪することがあるだなんて。仕掛けがないか。それは思い込みすぎない。ウイルス事件がいずれも人為的な力によって引き起こされることも考慮すれば、今回の事件も必ず人の力を働いたはずだ。兄さんがそう言うなら、そう信じようかな。うん。ジュンヤ、逆の消えるブティックという都市伝説を知ってるか？ぼんやりとなら覚えてるけど、一般にはブティックの試着室は海外のショッピングセンターにまつわる都市伝説として有名で、その解釈や種類もいくつかあるものだ。父親、母親、妻や娘といった近親者から当人に至るまで被害者様々だが、その内容はほとんど共に行動していた家族が目を離した隙に誘拐され、後日発見されるというものだ。目、離した隙に急になんか忽然と消すみたいな。まあ本来はそういうの神隠しみたいな風には言うんだけども、うん。中に犯罪未遂で終わるものもあるが、ある噂は暴行までやってきたり、また別の噂によって東にあった店で隣接する場所に出所不明の日課が売られていたという話もある。最もオーソドックスなのが獅子が切断され、だるまとしてある国の奥地で見せ物にされている。じゃあやっぱり違う国の人を誘拐してみたいな。獅子を切断、うん、まあそういうバラバラ遺体事件とかも、まあ過去にありますしね。うん、いや、そんなまさか。そうだな。ちょっとそう考えると鈍りするな。類似する伝承として、北海道のダルマや、ダルマ女などを挙げる中、こういった噂は実際の被害がなくとも、いわれのない製品があって、公伝と広ま、公伝で広まるのが強い、うん。最近だとインターネットなんかもそうだよね。他人の不幸は蜜の味という言葉があるように、噂を介して辛い不幸は聞き手には一種の娯楽やエンターテインメントです。まあ確かに。それだけで広まって、悪い噂ばっかり広まって、っていう。うん。なんか楽しんでる？ネットエゴ、エゴというか、うん。ネットならではというかね。故に噂には臓器売買、人身苦売買、売春、宿に、果ては闇奴隷市場に至るまで悲惨な尾びれがつくことが多い。だが実際に失踪者が出ているなら、盗作願いが出ているはずだし、そんな事実があるなら、当時のニュースペーパーなどが証拠として掲載されるのが自然だ。つまりこれが物語ることは、今挙げた都市伝説は架空のものである可能性が多分にあるっていう、うん。それは海外という場所が治安が危ういという先入観が働いているから、確かに。はじめが特定の個人を狙っているわけではないという無差別さが、荒唐無稽な噂を身近に感じていることになる。現存する都市伝説に関しても、大概は試着して鏡に仕掛けあるなど、創作する人間の盲点をついた場合が多い。これから導き出せる結果は、つまり、今回の事件を僕たちは見落としているだけで、失踪には必ず理由があると、そういうことになるな。なるほどね。これだけで3本目。まあ、心霊というものに肯定的なんだけど、すべて霊の仕業でない。またどっちとも取れるように発言するんですよね。皆さん。現実的に起こりうることならあらゆることからその原因を究明し、それで説明できないことに関して初めて人ならざる力が働いているという可能性も考慮すると。うん。なるほど。まあ両方の面でも、まあ、読み解いてくれるから。うん。とはいえ、鴨泉警部や人見さんなどオカルト否定派、そう。確かにそっからは、受け入れられないだろうね。うん。では、ひいせき先生、最強失踪は全て人の手によるもので、この事件でも犯人は同じなのでありましょうか。4年前と6年前のものについては、今回の事件との関連性が深いだろう。そして、被害者の女性が失踪する瞬間を誰として目撃していない。当時もこの限りが解けていない実験を見切りしているはずだ。ところで、オルレアの技と吉本を知っているか。
完結のみとこういう話だ。1969年にパリ近郊のオルレアンという都市において女性妖怪の噂が流れた。内容的には先の都市伝説と原因と原点となったものだが、女性妖怪が施術の中で商人の手により薬物を投与され、地下通路を経て他国の売春街にさらわれていくといったものだ。だが、エドガール・モランが記した著書によると、こちらの噂は、ストライキの最中に情報を得るためにツールがラジオしかないという情報性が作り出した一種のデマだ。なるほど。実際には行方不明者などはいなかった。だが信頼性が高いメディアがそういったおかげで嘘が真実になってしまった。例えばその放送を聞いて真に受けた人間がその話をするときはどうなる？それは、あ、言葉の持つ魔力は誰かが言い出した出来事か、まあ確かにそうだな。誰かが信じて、誰かが信じて、で、まあ特に今の時代はネットでバーって広がるし、まあでもこの時代でもさ、どん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 メディアが報じれば、広がっていくしっていう、何せ裏付けが取れない状況においてその言葉が真実そのものだから、まあそうだね、そういうものでもスクープとしては大きくメディアは出しますからね、どっちとも取れなくても。だってここで本題に戻るが、宿主のトリックまで現代化で俺にもわからない。だが峰岸師匠については本当に誘拐されたのか。確かに人間の証言は怖いですが、自ら気に足を踏み入れてしまったことを考える。推測でしかないが、今回の騒動を引き起こした原因は、翔さん本人の危機感の傑作だ。だとしたら、自分でついていった。ないし、他人によってさらわれたとしても、自分の意思で帰らない可能性もあると。そうだな。確かに。だから、家でっていう、そういう、そうだね。誰かがそう言ったんじゃなくて、自分からそういった可能性もある。現にムーにおいても、今回のキア・オレラにおいても、失踪事件が起きているのに、利用客にはまるで危機感がない。確かに。俺は単に噂が一人歩きしてるか、あるいはって何ですか？うわ、来た。ゆうかさん。ちょっと雰囲気違うね。キア、ゆうかさん、ずいぶん久しぶりだね。本当よ、ジュニア君とか放っておくと全然連絡くれないのも、まあ、気に今は私抜きで話をそんな話して。まあ、その、一年経った話がちょっと垢抜けた感はありますね。そうだ、1年経ってるからね。兄さんに我が子皇帝というより浸水してると見て、そして僕たち彼女によって様々なところを踏まえた経験がある。でも人類的な要素を絡んでとたちまち首を突っ込んでいく姿勢は、小泉小暮さんや海馬泉警部の反感を買っている。そうだな。その明るい性格から憎むことに愛すべきトラブルメーカーとはまさにこんな感じだろうか。で、今回は何の事件なの？ K オルラってあの有名なブティックのことやね。まあ、女子は好きかもね。その、どこまで聞いてたの？オルラの忘れずに説明してた。私の子、将来的なことだと思ったが、その時はちゃんと言ってよ、兄さんも人が悪いな。つまん、こういう性分なんでな。だから一番付き合いが長いのが、ゆうかさんの性質を分かってたのに。いやー、それにしても、ジュニア君、目をつけるとはね、私も前からそこは怪しいと思ってたのよ。怪しいって言えばそうだけど、ゆうかさんは、ああいうブティックとか行くんだ。それどういう、私だって一応女の子なんだけど。いや別にそういう、その辺にしとけ、小娘。先輩くらいじゃないか。何を、小暮さんに関係ないでしょ。ねえ。ま、相変わらずですな。そうだな。だここに鴨泉が混ざってくると、まだややこしくなってくるからね。お、消えたら。はい、カズミです。どうかしましたか？今すぐ審査室戻りなさい。無能な人たちに代わって有力な情報を知れてあげるか。情報をそれって一体。いいから来なさい。あら。なんかバレてんな。一丁。こんなタイミングで電話かけてくれたなんて、この人はテレパシーでも使えるのか。そうだね。完全にバレてんな。たまた僕に盗聴器でも仕掛けてるのではないだろうか。プロファイラーであるからこそ僕の行動パターンなどを見通したと思うが、真実を研究するのはそれぐらいやりかねない。ゆうかさんとは違う意味で自己顕示欲が旺盛。鴨泉警部補とはそういう意味でした。ま、あれだよね。アニメとか、まあ、漫画とかでは、やっぱり人の個性を分けるためにこういう風なね、いろんなパターンの人間を作ったりするよね。まあ、実際の世界観では、こんなに、あれ、まあ、人に個性はないよ。分かれてないと感じだけど。何か話があるみたいし、一旦偏差値に戻りましょう。
とりあえず、ちょっと優香がいると、ちょっと ややこしくなるから。とりあえず、偏差値メンバーで解決しようよ。遅い。あんたたちはどれほど時間を浪費しているか理解してるのかしら。周りにはまだ同じ警察官ね、何らかの用事があってここを訪れた一般市民の視線。そして目の前に尿像のように腕組みし、僕たちを見下ろすカウイズキを持つことがある。好奇の目指しを向けられるのは、なぜ僕たちが謝らなければならないんだろうか。それで、有力な情報って何でしょうか。そうね、その前にあんたたちは今まで何していたのか。いやいや、まあ、確かに令状は、そうなんですよ。捜査一課が物気の殻だったんですよ。今さだけど令状発行するのは裁判官よ。捜査一課じゃないわ。それに一課は政治家事件の方でとか、そうですね、裁判官ですね。向こうにとっては過去の事件より目先の大事件の方が問題でしょうしね。お見通しだわ。そうだよな。最初から言ってくればいいのにね。そこ意地悪さだな。さて、本題戻るけど、無能なあなたたちが噂を知られ、私の部下は言うの、私に情報を提供してきたから感謝してください。ですから、その情報というのは、そうだよな。そっちこそ早く言うって話じゃない。羽黒薫、警視庁刑事捜査課所属で、最近は巡査部長だそうよ。僕も勤務して殺せさせてないのは奇跡に近いわね。私の部下など言ってるから、大型自分は持っているだけで、タイノという人を使って所属部長を調べさせたに違いない。刑事総務課とは意外ではありますな。有価の可能性である事件でした。捜査一課の担当なのでは。そんなの私が知るわけないしよ。新チームが来てるんじゃないの。とにかく刑事総務課に行って、羽黒薫をとっ捕まえるのよ。捕まえるって、羽黒さんが犯人ではないのですが。そうだな。ただ、重要な鍵を握ってるんであれば、